今回は、初詣の意味や由来について紹介していきます。新年に神社やお寺に参拝する行事を、初詣、と言いますが、日本人にとって当たり前の風習です。しかし、実は時代とともに大きく変化してきた文化で、現在の形式が定着してからの歴史は浅いのです。初詣の言葉の定義は、年が明けてから初めての神社やお寺へのお参り、のことを指します。前、という漢字は、社寺をお参りする、参拝する、という意味があるので、初詣はそのままの意味です。初詣へ行く目的は、旧年の感謝を捧げるとともに、新年が良い年になるように願掛けを社寺の神様に行うためです。初詣へ行くと、神様に感謝を捧げ、願い事をしたり、絵馬に願いを書いたり、お守りを買ったりします。また、家庭では、お正月には正月飾りを飾ったり、お雑煮を食べたりしますが、これらの正月行事も初詣と同様に神様への感謝を捧げて新年の願掛けをするためのものです。